さて皆さん、こんにちは、土井ちゃんです。入部選手のインタビューの動画って見ていただけましたかね。今回は2人目になります。宇都宮ブリッツェンの増田成幸選手へお話をお伺いしてきましたので、そちらの模様を見ていただきましょう。どうぞ。身動きがあまり取れない状況だと思うんですけど、今の現状のライフスタイル、一日のライフスタイルってどういう感じですか？そうだね、例えば今日は、朝起きて、ご飯食べて支度して、で午前中、今事務所にいるんだけど、事務所に来て、で事務所のジムで、トレーニング、そこは3密、一応換気はしてて、で人は誰も自分一人でトレーニングしてる状態で、で事務所のオフィスの方は顔を出さないようにしてて、でオフィスも今テレワークが進んでて、基本社員さんはみんな在宅でいるので、あんまり人に接触する機会はないような状態ですね。私生活も、自転車選手って元からそんなに人に接触するような、職種じゃないんですけど、今は、今まで以上に、人に接触しないようには心がけてますね。あとは個人的に自分はこうスーパーに行くのがすごい趣味なんで、そこはちょっと例えば今まで週なんか 4,5 回行ってたのを週2回に減らすとか、あとは駐車場が混んでるようだったらスーパー入らないようにするとか、そういうふうにしてますね。やっぱり食料品どうしても、週2回ぐらいはやっぱり買いに行ってるのでね、そこは行くときは本当に気をつけて。そっか。ベルモールとかね、やっぱり人混みがすごいと思うから、そういうとこは行かない、もうね、危ないよね。デパート系のところとかは行かないように。家族とね、過ごす時間がもうほぼ 100% に近いじゃない、今。それなんか感じることとかありました？やっぱり子供を見てると、学校はやっぱり休みだし、かといってね、あんまり外に連れ出すわけにもいかないから、家の中でできる、退屈しないことみたいなのをなんとか見つけて遊ばせたり、勉強させたりとか、してるけど、なかなかそれも家の中だけど限界あるから、この間は一緒にサイクリング連れてったりとか、いいね。してるかな。実際に、選手として普段そのレースがあって、それに向かってこうコンディショニングしていくみたいな、一つのゴールがさ、1年の間に何個も、あるわけじゃない。で今そのさ、ゴール設定っていうのはさ、できない状況の中で、何にフォーカスを置いてその一日一日のハードなトレーニングを積んでるのか。それはね、新型コロナウイルスの影響でね、いよいよ次のレースがわからないっていうような状態になった最初の頃はね、本当にもう落ち込んだし、もう気持ち的にも落ち込んだっていうか、そういう言葉は適当じゃないな、今までどんどんこうモチベーションを磨いて、そう気持ちもこうテンションを上げてきて、でいよいよもうシーズン始まって、さあやるぞみたいな時に、もう突然こんな状況になったから、本当に最初の頃は文字通り辛かった、ね、だけど今はそのモチベーションの作り方なんだけれども、次のレースがやっぱりいつっていうふうにまだ決まってないから、もう自分自身の成長にフォーカスして、例えばパワーのデータだったり、パワーのデータだよね。レースがあればね、
本当に簡単だけれども、うん、まあ、そうも言ってられないので、あとは、なんだろうな、インドアトレーニングなんかしてるときは、まあ、結構ね、ズイフトなんかよく流行ってるけど、うんうん、自分の場合は、まあ、ズイフトもそうだけど、結構レースの動画とかを見ながら、まあ、YouTube に合わせて、そう探したりして、まあ、合わせたりってことじゃないんだけど、結構マニアだね。うん、結構ね、やってる。最近だと、イブネプール、レムコイ・イブネプールが、サンセバスチャンで、今サンセバスチャンって言わないのか、スペインの、レースが、ね、あった時の動画とかね、結構、熱くなれるんだけど、そういう動画見ながらトレーニングしたりしてるね。なるほどね。だからそういうのを、まあ、一つの、まあ、モチベーションを足しにしてるって感じかな。うん、そうだね。増田選手なり、増田選手の不得意な部分って何？不得意な部分、やっぱり、あれじゃない、スプリントじゃないか。いや、でもスプリントも別にないわけじゃないじゃん。いや、でも、その純粋に例えば、短い距離のレースで、クリテリウムとかの最後のスプリントだったら、もう本当もろに、めちゃめちゃ苦手だけど、例えば200キロ走った後とかだったら、まだ、このスプリンターとの差はちょっと埋まってるかも。でも、スプリントはやっぱり、まあ、トレーニング内容って具体的にこういうインターバルやってるよとか、なんかもし言える範囲でいいんで、教えてほしいなって。今日やったトレーニング、まあ面白いトレーニング、面白いっていうかな、まあ普段あんまりみんなおそこかみたいな思うようなトレーニングは今日やってて、実は、まあジャンプ、まあ、今日ちょっとジムトレプラス室内でこう軽く、まあ、インドアバイクで、プレーしたんだけど、その、まあ、ウェイトとかも含めて。で、今日はね、ジャンプしました。ジャンプ、ジャンプすると、こうやってビョーン、ビョーンってやったりとか、うんうん、まあ、あと、片足でジャンプするのとかはちょっと負担が大きいし、まあ、ちょっと自分の場合は怪我も心配だから、ちょっとそこはやらないようにしてるんだけど、縄跳びなしの縄跳び飛んでる風ジャンプとか、うんうん、かな。なるほどね。意外なことやってるね。いや、でも、まあ、やらないよりはマシかなっていう。まあ、あとは今このやっぱりレースがないし、うん、こういう時期にしかできないトレーニングだと思う。だから、まあ、ちょっとでもそういう苦手分野ちょっと克服してみようかなと思って、うん、まあ、やり始めたの去年のオフぐらいからなんだけど、まあ、せっかくだからと思って、うん、こうやってやってるかな。で、まあ、今ね、おそらくインドアトレーニングメインでやってることが多いと思うんだけど、ズイフトね、あるでしょ。ズイフトって増田選手的にどんな活用の仕方してます？ズイフトはね、うん、人の見る専門かな、今は。まあ、でも、一応アカウントは持ってて、うん、いいなしたこともあるんだけど、うん。うん。まあ、でも、チームの選手はみんな使ってるかな。で、うん、まあ、自分はインドアトレーニングっていうとね、ドイちゃんもそんなん使ってんのってなんか思うかもしれないけど、パワーマックスって知ってる？パワーマックス知ってるよ、うん。うん。あれでね、トレーニングしてるかな、インドアの時は。あれで、そうなんだ。へぇ、パソコンとか前に置いて、で扇風機を置いて、で、まあ、画面で YouTube 流したり、あとはもう画面何も見ずにやる時もある。うん、でもそういう時は、インドアの時は絶対無音でやるってことはなくて、うん、音楽を結構音量で画面でかけたり、かな。それか、YouTube。なるほどね。じゃあ、まあインダー系の、まあ、ズイフトも含めそうやって活用してるという感じですね。実際に最後のクエスチョンになるんですけど、はい、まあ今、まあ、本当だったら今年東京オリンピックがあったりとか、うん、すごい忙しいシーズンになるはずだったと思うんだけど、まあレースが、ね、いつから開催されるか分かんない中で、とこの後のね、まあ、今シーズンになるか来シーズンになるか分かんないけど、自分なりの目標とかと、あとは、将来、まあ、結構さ、まあ、僕ら同い年じゃん、うん、で、まあ、年齢的にもいいとこまで来てると思うの、そろそろね。
もういい加減いい年だけどね。で、まあ将来、こんなことやりたいんだよねっていう何かビジョンが考えてるものがあれば、近い、今シーズン、来シーズンの目標と合わせて教えてください。はい。まず、まあ目標。まあこれは、そうだね、もう次のレースが、まず全く決まってないけれども、やっぱり一つ、自分には大きな目標がやっぱあって、オリンピック。うんうんうん、東京オリンピックに出て、まあ、メダルを取りますっていうことをこうあまり、ね、こう声高らかに宣言するっていうよりも一つでもいい順位でゴールして、とにかく、まあ、日本代表として恥ずかしくない走りで、やっぱり大活躍して日本の国民の皆様に、まあ、何かこう、いいものを与えられたらなっていう思ってて、やっぱり自分の東京オリンピックは自分の夢でもあるし、まあ、そこで、まあ、世界のレーサーと競い合うっていうことがやっぱり今の一番の目標かな。まあ、本来であればやっぱりその引退後のこととかもね、こう、うん、リアルにこうプラン練ってさ、うんうん、まあ、やってた方がいいんだろうなっていうのはもう当たり前だと思うんだけども、うん、なんかね、今の自分にはね、やっぱりこう、そこがなかなか考えられてなくて、うん、ちょっと恥ずかしいんだけど、まあだけれども、うん、まあだから、その、引退したらこれやりますっていうのは、やっぱり今はない。ないんだ。うん、だけども、うん、やっぱりこのロードレースが大好きだし、本当に土井ちゃんと同じぐらい、この競技を愛してるから、何かこう、うん、まあ、自転車界のためにこうなるような。できることをね。そう、仕事をしたいなっていうふうには思ってる。自転車には関わりたいなっていうふうに思ってる。それだけね、もう東京オリンピック紙一重でさ、もう行けるか行けないかって、一番こう、そこの場所にさ、いる人間だからさ、そういうことだけは気をつけながらね、チームメイトにも守ってもらいながら、うまくこの大変な時期を乗り切ってほしいなと思います。そうだね、なんか、ありがとう。今ね、本当にね、まあ、土井ちゃんの方もやっぱいろいろ大変だと思うけど、まずは、ね、ウイルスにかからないように気をつけて、ウイルスにかからないように一生懸命体調維持して、レースが始まったらね、すぐこう結果出せるように頑張ってください。そうだね、はい、頑張ります。自分が思ってる以上にやっぱり注目されてるからね、本当にだから目立ってるから、すごい年齢的にもそうだし、こうやっていろんな病気にかかってまた帰ってきて、さらに強くなって帰ってくるっていうイメージでさ、全国のさ、自転車ファンの人見てるから、ぜひね、東京オリンピック頑張っていってください。はい、応援してます。 GCN ジャパンとしてもね、ずっと結果とかも追い続けてるんで、タイミング見てね、また日本で取材でもできたら嬉しいです。ちゃんと動画もチェックするから、いつもね、はい、何ロイちゃんの最初の、YouTube のページで土井ちゃんがこう出てきてるのはよく見てるんだけど、そこまで見てクリックせずにいなくなるっていうパターン。見ます。わかりました。さて皆さん、いかがだったでしょうか。増田選手、意外でしたね。増田選手のイメージ、僕の想像からすると、トレーニングはもうきちきちとストイックに全てこう決められたものをやるという感じで思ってましたけども、意外とですね、好きなインターバルがメインだと、好きな時に好きなようにやっていると、そういう感じでしたね。まあ増田選手といえば、怪我からね、必ず強くなって帰ってくるというね、強靭な精神の持ち主っていうね、印象もありますが、今後ですね、増田選手は東京オリンピックに向けて努力し続けることになると思います。GCN ジャパンとしてファンの皆さんと共にですね、この増田選手の頑張り応援していきたいと思います。
今回の動画でですね、増田選手の意外な一面、確かにそうだなと思った方はですね、ぜひともグッドボタン、そしてですね、ぜひ GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。